飲酒和紙は鳥取県東部特産の和紙である。旧青谷町と旧佐治村が生産地で、特に書道や書が水木画に用いる画線士の生産量は日本全国の6の7割を占め日本一である。他にも近年は建材や工芸材料など多用途に用いられている。和紙としては日本で初めて経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定されたほか、 生産地の紙付きの風景は日本の音風景100選に選ばれている。また、陰州佐治三つ股紙と陰州青や構造紙は鳥取県の無形文化財に指定されている。伊賀国での和紙生産は古く8世紀前半のものが確認されており、これは日本で最古期のものである。江戸時代には藩の輸出品になり保護策が取られた。しかし、 現在のように全国的な知名度を確立したのは、第二次世界大戦後のことで、西洋紙が普及に伴って、全国的に和紙の生産が急速に衰退する中で、新しいタイプの和紙の生産を繰り返してきた結果、全国的なシェアを獲得するに至った。稲葉国の和紙の起源は不詳だが、現存する最古の稲葉国産の和紙とされるのは、焦燥院文書の 稲葉国三宅形長段館である。これは色が悪く厚みも不均等なものだったために粗悪と評価されている。これ以降にも構造から好かれた稲葉国産の和紙が収蔵されており、稲葉国の印が押されている。これは繊維の公開が十分になされており721年のものよりも品質が向上していた。平安時代に下ると演技式に 稲葉国から朝廷和紙70金が献上された記録がある。これは当時としては平均的な紙の産地であったことを示している。これ以降、稲葉の和紙に関する資料、文献は発見されておらず、詳細は不明である。次に和紙に関する資料が登場するのは、戦国時代後期の亀石に関連する文書になる。これらの古代の紙と、現在の印象和紙の産地である青や、 サジを関連づける資料はない。青や、ヤ、サジとも人里が形成されるようになったのは古代よりもずっと後のことと考えられており、これらの地域での紙すきが始まったのは戦国期より以前には遡らないだろうと考えられている。和紙文化史年表によれば、青やヤやサジの各地区の様々な区伝や古文書は現地での製紙業は江戸時代初期から中期に始まったと伝えている。 ただし、青谷より東の千代川中流域には古代から国府があり、南へ峠を越えた張馬国の作用や姫路では紙の生産が行われていたことから、具体的な資料による裏付けはないが、中世には千代川流域で紙すきが行われていたのではないかと推測する者も,もいる。戦国時代末期から江戸時代初期にかけて稲葉国を支配した亀井コレのリは、 青谷の夏と周り港を開き、主院船を立てて、飲酒和紙の輸出を行った。また、亀石は、和紙の原料である構造や安否の保護策を取った。これは、稲葉国が諸国と比べて、平野部が少なく、山間地で栽培、生産できる商品が重要であったからである。亀石は、間もなく、津和の藩へ転保となるが、代わって、稲葉全体を治めた鳥取藩でも、 和紙の保護、奨励策を取り、紙座を設けて、受給を統制し、藩の御用紙や、庶民の使う紙としても普及した。江戸期の逸話として、美の国から青屋へ、紙すきの技法が伝えられたとか、佐治村の住民が、ハリマ国で和紙の製法を教わったという伝承もある。古文書の形で明確に、佐治谷での製止が記録されているものは、 官営年間のものが最古だが、実際には少なくとも、それより数百年以上前から、紙すきが行われていたと考えられている。紙すき技術の伝来伝承戦国期に、亀石に関する文書で登場する最古のものは、杉原紙という和紙である。杉原紙は、当時の武家階級で、一般的に使用されていた構造を原料とする厚手の紙で、張馬国の杉原に起源を持つとされる。 詳細は不詳だが、亀石の文書は、稲葉国でも、この杉原紙が作られていたことが記録されている。次に伝来したのが、改伝紙の製法で、これは、張馬国作用の改伝に起源を持ち、構造から作られる厚手の紙だった。戦国時代から、江戸時代初期の青屋では、改伝紙が作られるようになっていたが、これらは、農家の副業として作られるものであり、 良質な神と言えるものではなかった。この後、江戸初期に、青屋へ、美濃市の製法が伝来した。伝来に関する伝承には、いくつものバリエーションがあり、定まらないが、大筋では次のようになる。この伝承が史実であるかどうかはわからない。同時期のサジには、村人神のへをもむいて、美濃市の製法を習得して帰り、村で美市の神好きを広めたという区伝がある。いずれにせよ、 この時期を境に、稲葉国では、身の紙作りが始まった。三つ股は初めは観賞用として栽培されていた。明治期になって、他県との技術の交流が行われるようになると、漂白技術の導入や、紙すき用具の改良が進んだ。これらの新技術を導入して、生産方法が合理化されて、生産量が増え、最盛期の明治中期には1300以上の工場が稼働した。 生産された和紙には様々な用途があったが、構造を原料とする笠紙、包装や掃除に用いる実の紙などが作られた。三股を使った和紙作りが本格化するのは明治期のことである。三股はもともと干渉用として栽培されていたが、和紙の主要な原料であった岩皮は人工的な栽培が困難なことから、江戸時代後期から栽培に適した三股のほか、補助的にわらいあさ、 クワなども和紙の原料として用いる手法が始まっていた。また、鳥取県も三股の生産を奨励し、県内の他地区でも三股の栽培が行われた。佐治村では、天明期頃に三股の干渉用の栽培が始まったが、和紙の材料に用いられるようになったのは、天保期頃である。明治期には、三股だけを原料とする和紙生産が試みられ、 佐治川名産筆切れ図の商品名で全国へ販路を広げることに成功した。三股だけで好かれた筆切れ図の藩紙は筆の運びが滑らかで墨がかすれず長持ちすることから毛筆による書道、書画に用いられるようになった。この筆切れ図は後に印象和紙の代名詞となった。和紙生産は佐治村の主要な産業の一つになり、 佐治村の和紙製造会社の経営者で佐治村長の上田玲乃は飲酒和紙や全国の和紙製造業団体の会長を歴任した青谷では明治に入ると構造を原料とする和紙作りが進められた明治末期に山陰本線が青谷付近にも開通して青谷駅が開業したが青谷と浜村の間では長尾花の溶岩台地をうがってトンネルが掘られその工事によって 大量の湧水が出るようになった。やがてこの湧水を利用して、静止を行う集落が形成された。村、静止家、鉄道会社との間では、利水権をめぐる紛争が裁判に発展したが、最終的には、鉄道省の所有と判決が出て、水は、鉄道省から静止業者へ分与する形になった。赤尾谷では、特命組合を設立して、大きなボイラーを備えた。 広い共同乾燥施設を建て、効率的な増産が行われた。ここでは、太平洋戦争後しばらくまで B4 サイズの副社用紙や事務用紙を生産していた。その他、青谷町では昭和初期にルームネヨシの影響を受けた民芸紙の生産が起こり、草木染めによる染色紙が作られるようになった。かつては日用の様々な部分には紙が用いられており、 印刷や副写紙にも和紙がも、印州和紙の産地でも、明治期には生産する工場が1300を数え、大正期までピークが続いた。やがて市民生活にも西洋化が浸透するとともに、和紙の原料となる構造や三股の価格が上がり、手作業で生産される和紙よりも、パルプを原料として、工場生産される西洋紙の使用が普及するようになった。大正時代には、日本全体では、 西洋史の生産量が和紙を上回るに至った。太平洋戦争期には、陰州産の構造紙が、気球爆弾の原材料にも用いられた。戦争時雷門のお上鎮は、陰州和紙が用いられている。戦中や戦後すぐは、物資難から和紙も大きな需要があったが、間もなく、西洋式の生活スタイルが一般的になり、和紙や障子紙が日用品から姿を消すとともに、 事務用の需要もなくなり、和紙製造業は壊滅した。そこで、飲酒和紙の生産会では、昭和30年代に書道や工芸に用いる画線紙や工芸紙などの生産を始めた。原材料の一部にパルプを採用したり、製造過程の一部を機械化して機械好きの和紙製法を導入するなどの改革も行われた。この頃、 太平洋戦争後に新中軍によって廃止されていた学校での書道教育が再開され、毛筆の書に適した印州和紙の藩紙は人気を博した。機械好きの安価な学生洋版紙と手好きの高級画線紙というラインナップを揃えた印州和紙は人気となり、全国的に高い知名度とシェアを得た。とはいえ、佐治村では主要産業としての和紙作りは衰退し、 もっぱら伝統工芸として存続するようになった。青谷町でも同様で、最盛期に1300を数えた生産業者も、現在は20件から30件ほどが残るのみである。それぞれ、鳥取県の無形文化財に指定されたほか、1975年には、陰州和紙が伝統的工芸品に認定された。これは、和紙としては、日本全国で初めてのものだった。 近年は、建材、照明器具のシェードや、民芸品に用いられる、立体紙や、光触媒技術を取り入れて、有害有機物を分解する空気清浄機能、カニ由来の基地室を利用して熱湯に耐える和紙など、機能性和紙の開発など新技術を導入している。飲酒和紙の代表的な使用例としては、戦争時雷門の大上鎮や、2002年に完成した、 新首相官邸の壁紙、鳥取県知事工邸の証明などが挙げられる。海外にも輸出され、ヨーロッパでは版画や本の装丁に利用されている。先端分野では、軽量で丈夫な立体式の技術を活用し、宇宙探査車両のタイヤをインシューワシで製造する技術が研究されている。インシューワシの紙式は、1996年に、 環境庁による日本の音風景100選に選ばれた。因習和紙の紙すきは、佐治村や青谷町の民家で行われている、紙すきの工程で、水に溶かした三つ股の繊維をすき上げる、際の、ジャッポン、ジャッポン、という音が、伝統的な風物詩として評価されたものである。鳥取市を流れる千代川の支流、津波川の上流に位置する旧岩坪村は、佐治地区と青谷地区の中間にあり、 少なくとも、原禄時代には、上スが行われていた。岩坪地区は、川の源流に近い山間部の小盆地で、集落の中心に近い飛行数十メートルの山を、越えると、別の川の源流の高原地帯が広がっている。これらの地域は、紙の原料となる構造、三股の栽培に適し、きれいな水にも恵まれていたことから、上スが盛んになった。 明治時代には岩坪地区で生産される、海電子が高い評価を得て、岩坪海電や、岩坪の呼び名で流通した。岩坪地域では、上好きは特に陶器の女性の重要な仕事とされ、上好きができなければ、一人前として認められず嫁にも行けない、とさえ言われていた。この女性たちが一人で、上好きの過酷な作業を行うために歌った歌として、上好き歌が伝承されている。これが、 踊りとして発展したのが、神好き踊りである。元来は悲壮感のある労働家だったが、現代では修正の上、保存会によって伝統芸能として伝承されている。小燥院文書は、東大寺の倉庫である小燥院に伝来したものだが、現在は、宮内庁が管理している。日本最古の国産和紙としてはこれより古い702年の美の国、筑前国、 無全国の戸跡が知られている。例外的に、佐治の隣の持ち瀬では、慶長期に、神好きが始まったと伝えられている。旧青谷町は、六谷城に近接する地域である。ここでいう、杉原神は、杉原神の製法に従って作られる神のことである。現在は、杉原で作られる神が、杉原神として、伝統的工芸品になっている。 ミノワシは、現在は、ミノ地方で生産されるワシを指すが、ミノのワシは構造原料として、厚手で丈夫で、障子紙や包装紙などに用いられた。このため、ミノ国産でなくとも、この製法で好かれた丈夫な紙のことを、ミノシと呼ぶ。1947年に制定された、教育制度の下では、皇筆のみが、指導対象となった。その後、一部で毛筆の指導を、 試験的に取り入れるものもあったが、1958年に告示された小学校学習指導要領に書者として盛り込まれ、1961年から完全実施になった。1998年の出展では約40件、2008年の出展によれば35件、別の出展によれば26件となっている。青谷地区では近年は和紙生産のほとんどは、 西洋市にとって変わられたが、西洋市の生産工場が進出しており、紙の産地としては今も健在である。青谷や近隣の湖山では事務用品の国有の工場が稼働している。ありがとうございます。